こんにちは。今週も始まりました、東京ドカン金曜日の第4週目です。イエイ。今日はこのメンバーでお送りします。 MC 佐藤ジュリアとこのメンバーなんですが、またここに ここにここにね、しかもね、今日めちゃめちゃ人数少ないんですけども、なんかね、血跡とか病欠とかなんかいっぱいいて、そうみんな風邪ひいたりとかなんかね、今しずくちゃんだけだよね、風邪ひいてないよね。そう、あとここみんな風邪ひいちゃったりとかね、本当に視聴者の皆さんも風邪とか気をつけてくださいね。そんなわけでですね、このメンバー、この4人でまず始めますか。ね、でもなんかこの4人共通点なくないか。ないね、なんかないね。私はあの他の現場でね、何回かお会いしたことあるけれども、うん、はい、私はこなんか事務所で何回か会ったことある、ね、あ、そうなんだ。私初めましてだし、直接お話しするのもそんなに機会なかったんで。そうなんだ。この間のね、その、はい、日曜日かな、ファッションタイムコレクションっていう番組に私が急遽ゲストで出させていただいて、あ、出てたね、アミューズスタジアムのね、ファッションその後に、あ、前に出させてもらったんですけど、その時にちょっとその番組内でご一緒したぐらいですよね。はい、そんなこんななんでね、なんか新鮮ですね、このメンバーでやるのは。ね、うん、トミーさんがもう遅刻してるやつクビにしようで、かっこマジで。マイクでね。かっこマジだから危ないよね。まあ、そんなわけで本日も視聴者さんがいらっしゃってくださってるようなので、はい、ご紹介していきたいと思います。はい、視聴者様、トミーさん、いつもありがとうございます。はい、そしてね、トミーさん以外にも見てる方でもね、ぜひぜひ、ストリームに登録していただければすぐチャット参加できますので、よろしければ。はい、ぜひぜひ、お願いします。お願いします。うん、まあそんなわけで、どうしよう、もうこのメンバーでとりあえず告知ぐらいから行く、自己紹介兼ねて行きますかね、まあじゃあ後ろの男の子からじゃあちょっと自己紹介を兼ねて告知もしていただきたいと思います。はい、皆さんこんにちは、ひろたけと言います、はい、ですが、ドッカンの中では、自分がエグザイルが好きというのがもう多分定着していると思うので、これからですね、ちょっとヒロザイルで行きたいなと思ってますので、ホカザイルのパクリじゃん完全に。ね、一応行こうかなと思ってるので、ね、よろしくお願いします。お、ヒロザイル、告知なんですが、ほいほい、2月の11日の土曜日にですね、はい、新宿のおでばこという、まあ、ライブハウスで、歌のちょっとライブに出ることになりました、はい、と時間がですね、17時オープンの17時半スタートになってます、当日券が一応まあ2500円するんですが、まあ、興味のある方は、見に来てください。お願いします。トミーさん嫌だって男の人には厳しいからね。そうそうそう、うん、女の子が好きだから男の人は厳しい。ちなみにこの時はなんかこうコピーとか歌うんですか。そうですね、一応ちょっとエグザイルの歌を歌おうかなと、まだちょっとね曲は決めてないんですが、歌おうかなと思ってますので、はい、エグザイルが好きなんですか。そうですね、好きですね。なんで名前も一応ね、あのローマ字で、あ、それでしたんだ。そうですね、そうですね、それにしましたね、はい。何、エグザイルが好きなきっかけとかあったんですか。なんで好きなんだろう。 やっぱね、歌がいいなと。まあ歌うまいしね、歌もうまいし、なんかダンスもうまいしね、なんか、まあ、みんなかっこいいしと、うんうん、そこら辺憧れがあるのでね。なんか笑っちゃったの今。まさかね、ちょっと名前だけでもね似せとけばちょっといいかなと。あのほら、形から入ればね。そう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 、そりゃ興味ないですってトーミーさんに書かれるそうそうそう。じゃあなんかエグザイルの他になんか好きなアーティストとかいらっしゃるんですか。他は結構ね、福山雅治とか、はい、スマップとか、森山直太朗とか、結構好きだね、うん、福山さんなんかね、あのなんかほら、ミュージシャンだけじゃなくて、いろんな俳優の仕事とかもするっていうぐらいだから、ね、うん、福山さんなんかね、リスペクトできる人なんか、俳優さんもやられてますよね。で、もともと音楽やられてたけど、まあドラマの方でブレイクされて、で、まあ好きな音楽をやってらっしゃったりとかね。はいはい、ここで視聴者様、はい、レッドコメットマックスさん、あら、ありがとうございます。こんにちは、ぜひぜひコメントしていってください、はい、お願いします。はい、だからできればね、顔もね、ちょっとね、福山ぐらいにかっこよくなったら最高なんですよね。ね、じゃあ、一回ちょっと出ようか。行った方がいい。ふにゃにゃにゃクリニックとかにお世話になったりとか。ねえ、そうそう、メンズエッセージじゃ無理か、メンズ整形、多分ちょっと顔よくないもんね、EXILE にまた十何人目だっけ、15人目のメンバーに入れるかなと、いうのがあるかなと思ってんだけども、横のお姉さんがもう、苦笑いしてる。苦笑いしてる。あなた無理ですよっていう。マジで、うん、まあ、EXILE さんはね、あの劇団 EXILE とかもやってらっしゃってね、舞台とかもやってらっしゃるしね、今結構音楽だけじゃなくて、俳優さんもやってたりする人多いんでね、いろんなマルチな活動をされてるんじゃないかなと思って、これからはされるという
ということで、はい、ぜひぜひご期待ください。はい、ひろたけ、はい、告知とか他にないですか？他は特にありません。了解しました。はん、ブログ今やってるんですが、ちょっとタイトルがですね、うん、ちょっとなんか結構探しにくいというので、うん、タイトル変更したいというのがあるので、うん、あ、もういいや。ネットコメントマックさんが、うん、こんにちは、うどん県の赤い彗星です。放送を見に来ました。右のあがりちゃんよろしく、うん、お、よろしくお願いします。お願いします。じゃあトーミーさん、次こ次早っみたいな。早っ、そうそう、いいっすわ。まあ、じゃあちなみに名前でググったらヒットするんですか？まあ、しますの、します。あ、ちょ、うん、一応です、前はタイトルがですね、うん、ヒロの部屋へようこそってやってたんですが、うん、なんかヒロとかっていうのは結構多いみたいなので、うん、で分かりにくいというのがあったので、ちょっとタイトル変えようかと思っているので。アメブロ？そうです、アメブロです、うん、ちょっと変えようと思っているので、うん、はい、ちょっとまたちゃんとタイトル決まったらもう一回お伝えしますので、ちょっとお待ちください。はい、ぜひぜひ。はい、ではでは、お隣行きましょうか、うん、女の子です。はじめまして、関根玲奈です。はい、よろしくお願いします。ペットと趣味のブログをやっています。ほう、はい、え、ちなみに何飼ってるんですか？犬1匹と猫2匹と狼1匹です。え、いっぱいいる。いっぱいいますね。え、なんかなんちゃら犬とかなんちゃらニャンニャンの種類は？種類は猫は雑種なんですけど、ヒトラなんですけど犬が、ダックス。あ、ダッちゃんかわいいね。うちもいたわ、実家に。本当に？え、ダックス？だっちゃん、もううるさいですよね。もう、うかいりうかいりうかいりみたいな。へー、私パグが好きなの。かわいいよね。うるさいから、なんか来たぞ。来たよ。なんか行ってきたぞ。あら、また。あら、また来られた。じゃあ、真ん中来ないよ。私は違う。ほんと？じゃあ、すいません。私、真ん中に行かせていただきます。なんかね、約1名。約1名登場ですよ。いや。いやいや、ちょっとね、うちならタイムでね、はい、遅刻してしまった感じですよね。顔をこの3人の間から、こう、はい、後ろの方出すから。はい。ちょっとずれるかもしれない。ぐいぐい来ちゃってください。はい。あれ？あれ、髪変えた？切った？あれ、色変えた？色変えた？ちょっとなんか明るくなった気がする。明るくなったね。あ、雰囲気的に？うん、ちょっと、色うちなるものが、え、色が、色が、色が、うん、あ、本当に。しかも今日、可愛くない？いつもより。あ、なんか、今日いい匂いするけど。ちょっと待って、タイミングで帰れみたいですね。やめてよ。今日すごいいい匂いするよ。本当に？え、本当に髪の毛色変えたんじゃないね。あ、ちょっと気持ち、ちょっと外人っぽくなってきちゃって、うん、黄色くなってる、うん、この前ね、ね、うん、フランス人とね、出会ったからね。そう、フランス人と会ったからちょっと、うん、ちょっと今日いい匂いするね。移植されちゃったかなみたいな。ユーリン来たらいい匂いしたんだよ、いきなり。でも私じゃないと、ほんと、ジェラちゃんかな。ん、私、俺かな、誰か、お前でかじゃん。あ、ジェラちゃんか。私の匂いだ。今動いたからジェラちゃんが、そうそうそう、ってだからか、そんな匂いするの。まあそんなことね、ちょっと可愛いよね。うん、後ろの紹介続きお願いします。レナさん、お願いします。はい、はいはい、ペットと趣味のブログですね。うん、はい、あと告知。はい、告知があれば。なんですけども、ファッションタイムコレクション、毎週日曜日の、1時から2時、うん、ここ青山スタジオでやってますので、うん、ぜひよろしくお願いします。はい、あともう一つなんですけど、新番組サニースマイルズ、毎月第2日曜日。ライターさんの、はい、そうですね、それか、ライタースターキーさんと、あと、山本昌也さんと趣味。どういう番組なんですか？マックンか。その一面をなんか、うん、新聞が一面について語るみたいな、うん、自治問題を話題にするみたいな感じですか？ちょっと真面目な感じってことですね。じゃあ始まり、はい、うんうんうん、あとはちょっとバラエティ。なるほど。週刊誌的な感じですね。今話題のなんたらかんたらみたいな感じですかね。あ、なるほどなるほど。へえ。そんな感じの告知で以上でよろしいでしょうか？よろしくお願いします。ちなみに今メインで何をやってらっしゃる方なんだろう？メインでは、タレントです。主に一番じゃあやってるのはユーストリームの配信ってことですかね。うん、他に何かやりたいこととか？他はそう、ちょっと舞台を頑張りたいなと思って、うん、さっきねちょっとお伺いしてたんですけど、なんか舞台が大好きだっておっしゃってて、うん、結構年間見てるんですよね。はい、じゃあ女優さんっていうタレントでも、女優さんよりですかね。だってレッスンで会うもん、あの役者の。あ、そうなんだ。私も女優なんですけどね。そうだね。何回で呼びました。私女優なんですけどね。自称アイドル、本業女優だからね。本業女優ですからね。はい、自称でもねし腹立つわその顔。ちなみになんか好きなこう役者さんとか女優さんとか、なんか劇団とかあったりします？あこうがれ、はい、女優さんとかいらっしゃいまして、はい、劇団四季が好きなんですけども、うん、ちょっとやめて退団されたんですけど、うんうん、浜田めぐみさんとかがすごい好きで、はい、結構メインでやってらっしゃった方、はい、あ
ミュージカルです。メインで、はい、あそうなんだ。四季私もそんなに見てないんですけどね、オペラ座の怪人見たぐらいで、ね、私ライオンキング初期見に行った。初期がすっごい面白くて、ね、あれって本当何十年もこうロングランでね、ずっと毎年毎年公演されてるからすごいですよね。半端ないよね。ちょっとね、はいはい、後ろの人にね、うん、質問が来てるんですけど、うん、後ろの男の人は、はい、FBI のホームページで探せばいいんですかって言うんですけど、それでいいですか？はい、いいです。はい、いいんかい。よくねえだろ、うん、ちゃんと規定してもね。あ、全然違うよ。できるかな。全然違うよ。FBI のホームページって探せるの、そういうことを。私もだと思った。探しちゃ、バレちゃダメですよね。探してみようよ。ちょっと気になるよね。一回見て、一回見て。やってみて、何で。質問来たばかりで分かんないんですけど、視聴者さんの紹介も結構前に終わった感じですね。トーミーさん終わりましたね。連動コメントマッサー開始してたんですね。でね、似合ってて可愛いってね、ゆりちゃんね、言ってくれて、うん、あ、でもそういうのいいです、大丈夫です。かわいい、はい、かわいい、何かお疲れ様です。すみません、はい、ちょっと顔うるせえぞ、お前いきなり来て顔うるさいってツッコミ買ったよ。一瞬ね、一瞬で一目向いたんですよ、彼顔まあそんなこんなで、じゃあそれこそもうゆりちゃんの紹介いっちゃいます。うん、そうだね、うん、そんな、はい、そんなこんな可愛いと言われて弱いゆりちゃんの、うん、それはいいですよ、もう結構です。はい、はい、じゃあちょっと新しい告知ボードなんですけど、ちょっとまだ書いてないメニューある、あれ、まだ白紙の状態で書いてこい、書いてこい、みんなの、みんなの心で埋めてねってことですよね。そう、みんな書き込んでね、うん、ここみんなで埋めてね。だって告知するものあるじゃん。あるんですよ、まあ、そっちはちょっと書いてあるんですけど、さすがに、まあね、これから夢いっぱい詰め込んでいこうかなってことで、はい、山崎優里です、はい、女優志望でやっております。はい、告知なんかも今やっちゃって、どうぞどうぞどうぞ、いい、ね、告知言ってください。はい、ではちょっと舞台を2月の3、4、5、もう本当にすぐなんですけどね、ガーデンという演劇ワークショップから舞台に出演いたします。おめでとうございます、はい、ありがとうございます。やっと、ね、やっとね、はい、本当にやっとに、もう最近何やってるのかよくわからないんですけど、はい、ボクシングやったりとかもね最近するんですけどね、はい、新宿タイニーアリスというところで、ね、2丁目なんですけど、今日、ね、乙女ちゃんもね、ちょっと今日、ね、お休みのね、いないんですけど、はい、ね、一緒に出るの？違う、2丁目といえば乙女ちゃんじゃん。そう、乙女ちゃんとは出ないですよ。ついちゃんと元からついてるんで、いろいろね、まだお昼だよ。はい、前売りが2500円、当日も2500円、はい、同じですね、どっちでもいいかなみたいな。でも直接も私からも買えるんで、あ、うん、それはぜひぜひいただけるとすごい私が喜ぶんでお願いいたします、うん、そうだね、もしね、ドッカン来て見てきてくれたとかね、うん、あのブログ見てきてくれたっていう方がいましたら、うんうんうん、なんかもうもうすぐバレンタインですので、ちょっとしたなんか、うん、ね、軽食が出るかもしれません、うんうん、ということです。はい、あ、それでもう一つちょっと告知ボードないんですけど、はい、うん、はい、2月の19日に、うん、見える見える、大丈夫よ、私には見えてるから、ね、私には見えてるから大丈夫、うん、優しいな、ありがとうございます。私には見えてるから大丈夫、もう心が綺麗な人には見えるっていうね、う、うん、はい、2月19日に、うんうん、はい、なんと私ボクシングの試合に出ます、うん、出るの、マジで、はい、出ます、本当に出るんだ、はい、JKG から、 JKG からエキシビジョンマッチなんですけど、うん、JKG のね、うん、女の子と一緒に出るんで、ちょっとね、すごいね、JK ボコってくるんで、場所は場所はですね、うん、ちょっとまだそこら辺確定してなくて、まだ昨日ね、打ち合わせで来た情報なんですけど、すごいね、はい、マジで、はい、マジで、うん、やばいじゃん、顔ボコボコになっちゃうよ。あ、大丈夫、うん、強いから、強いから強いゆりちゃんぷりをね、見に行ってください、ね、ちょっとこれエビタマジーさんが来てくれました。ありがとうございます、ありがとうございます、お疲れ様です、はい、ね、この無音やめよ、いや、なんか今ちょうどね、うん、気持ち悪かった、はい、無音なんか、あの、いろいろ書いてくださってるから見てたんですよね、うん、で、あられちゃんはもしかして雫親分ですかって来てるんですけど、そうです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 、うわ、顔、うわ顔うわってやめてトミーさん、残念、ここに5日は上京してるけどなって、残念って言ってくれるだけでもね、うん、トミーさんでしたらすごい嬉しいです最近ね、ちょっと待って、ね、5日は上京してるけどなって、来てるんかいって来てるんかいちょっと待ってじゃあ、あれ、ジュリアちゃんその日なんかある？ん？5日？うん、
いつかあるね。そしたら多分トムさんこっちかなと思ったんだよ。いつかね。ね、いやでもね、でもね、時間とかかぶらなかったらね。でもあわよ仕方ないですけど、あよくば来ていただけると助かります。で10トミさん19日、うん、3週目じゃねえのかってね、うん、言われてるんですけど、そうなんですよ。うん、金曜日だっけ？あそうなんだ。そう。あでも3週目もだって出ない。違う。19日は暴走中。暴走中か。あ暴走中。おっと。欠席？あらら。今月2月だっけ？え、じゃあ中継しちゃえば、うん、iPhone かなんかで。あそっか、それ多分 iPhone 持ってないんだよ、2人とも。あらら、そうだな。なんかカメラとかね、なんかそういうウェブ携帯なもので、でね、ちょっと番組の中継をかぶってるのをしてみたらいいですか？テレビ電話ついてる？ユーリンの電話。テレビ電話？うん。なんか借りるとか。テレビ電話私の聞くのついてるんだけど、テレビ電話ができれば最悪それ。うん、あ、そうだね。借りちゃったらいいんじゃない？誰か iPhone とか。なんかこう簡単に言うけど、こっちがね、え、違う友達とかご一緒に借りてみたいな、うんうん、ちょっと聞いてみるわ、うんうん、そこら辺 ね、せっかくかぶってるんだったらいい機会だし、そうだね、うん、そうだね、現場の模様みたいなのね、うん、そうだね、そっち的に平気だったら、うん、大丈夫大丈夫、面白いじゃん、じゃあやってみようよ、うんうん、じゃあ後で機能見て、ね、テレビ電話の機能見てあったらやってみよう、うん、で対戦相手は静子親分ですよねって来てるんだけど、いやいや、ええどっち勝つんだろうね、ここでやると、ね、確かに、ね、エイリアンバーサスプレデターみたいな感じで、ね、どっちがエイリアンでどっちがプレデターかドキドキする、ね、でもね、どっちも多分ね結構ね強いと思うよ、うん、そうだね、しぶといと思う、違うと思う、しぶといと思うよ結構両方、うん、だって結構スポーツやってた人だもんね、そうですね、うん、スポーツやってた人、うん、昔何やってた人、え、まあカバディでしょ、そっちじゃねえよ、カバディカバディちゃっちゃう、懐かしいね、カバディ懐かしいな、違うわこれ、ほら苦笑いじゃねえな、申し訳ない、聞いてください、もう皆さん苦笑い、喋りすぎなんですけど、そうそうそう、せ大丈夫、せきとり、やばいな、せきとり、せきとり、せきだけにせきとりで、うまくかぶるね、ありがとう、ありがとう、はい、マジか、うんうん、まさかの、まさかのだね、まさかの、ドッカンだったらまだしも、まさかの、暴走中にかぶっちゃったんだ、そうなの、かぶっちゃってんの、まあでもそれをうまく利用しようぜ、ね、せっかくだから、なんかそういう企画したら面白そうですね、うん、うん、でもう、有利しててジュリアさん出てってね、舞台ですか、これいや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 、もう根本から間違ってますからね、それもう来てくださいよ、そんなわけでもうぜひぜひね、はい、ゆうりちゃんの格闘っぷりを見に行ってあげてください、はい、行ける方は、うん、あと舞台とね、ぜひぜひ、うん、お願いします、うん、ではそんな感じで次はしずくさん行きますか、ありがとう、はい、どうも桜木しずくです、はい、アメブを、お花畑という感じでブログやっております、うん、で最近ツイッター、ミクシーも連動させましたので、はい、こちらの方もお願いしますっていう感じで、まあバッパッパッと見せるだけでいいや、うん、うん、あ、これいいや、うん、これは、はいはい、これね、もたもたしててごめんなさいね、はい、はい、これもやってます、ほい、光ってないから大丈夫、大丈夫です、これもやってます、で、これもやってます、いっぱい出てくるねね、言うのめんどくさいからねそんなこと言わない、今日は人数少ないからいっぱい喋る時間があるよ、そっか、ついつい巻くのね、慣れちゃってさ、あとね、これ、うん、これね、ゆいとしずくの暴走中、はい、かっこ瞑想中みたいな、はい、放送中、瞑想中ってね、はい、毎月第3日曜日15時から16時青山スタジオよりお送りしておりますので、うん、スタジオ観覧、そしてチャットの方をよろしくお願いします、あ、今日は自分で止めたね、止めたね、やっと覚えた、自分で止めたなと思って、そう自己処理できるよ、自己処理できるよ、一人でできるもんだね、そうはい、あと1月31日、はい、池袋ビッグバンボックスリングスリンク、ボリューム6、うん、はい、今回は私歌わないんですけれども、こちらは MC の方で、ほうほう、あのアシスタント MC の方でやりますので、ほうほう、ぜひぜひ企画で、まあ、お客様に、うん、まあね、楽しみながら、うん、まあ、お客運のいいお客様一人ぐらいにプレゼントが当たっちゃうっていう企画をやりますので、ぜひぜひ来てくださいっていう感じですかね、うん、あ、ちょっと姉さん、ここでさっきの止めたことに関してトーミーさんが、うんうん、あ、年だなって言ってくれたね、言い切れなかったらね、ええー、なんでだよでも心は還暦です、えへ、ー、みたいな、これも告知していい、ダメージが、そう、2月20日ね、六本木のブレイブバーでハピネスボリューム4で、こちらも MC でさせていただきますので、よろしければブレイブバー、じゃあ何のイベント、これはね、ボーカルさんの、あの普通の、なんだろうな、音楽イベント、へえ、歌う人がいっぱい出てるってこと、そう、ミュージシャンの方が、シンガーソングライターさんがいっぱい出てるので、で結構ブレイブバーは結構なんかまったりな感じで、うん、お酒を楽しみながら来られる場所なので、ぜひぜひ来てください、ほいって感じですね、以上な感じですか、はい、以上な感じです、あとは桜木しずくでググってください、
ね、アメブロの方のホームページにね、いろいろ書いてるんですよね。うん、ぜひぜひ皆さん見てみてください。でレッドコメントマックスさんが、うん、しずく親分舞台に出てって言ってますよ。舞台ですか、出ようぜ。昔ね、昔の事務所っていうか養成所とか、昔シアターサンモールに行ったことがあるね、うん、400ぐらいだよね、この箱、うん、結構楽しいんだけどね、舞台もね、うん、私台本苦手なんですよね。わかる、私も覚えるの苦手ですよね。苦手だわ。アドリブの方がいいですよね。アドリブならまあいくらでもやっていけるけどね。そうそうそう、最低限の段取りだけ決めて、うん、アドリブの方がまだね、うん、ただ舞台面白いけどね、その役になりきれるっていうのは ね、まあ、ねやっぱ面白いですけどね、うん、面白いですよ、うん、まあ、ここで新しい方来てくれました。いつもね来てくれるイタリアの方なんですけどね、うん、まあ、こう見ますね、はい、ジャイアニストさんが来てくれました。なんて言うんだっけ、イタリア語なんて言うんだっけ。チャオ、チャオ、チャオ、ありがとうございます。滑った感じになっちゃったね、私が滑った感じ、大丈夫大丈夫。チャオベリッシマって言ってくれてますから、すごいですね、うん、ドッカンズアモーレセイコシベラ、はい、わからない。でもありがとうございます。ドッカンって最初に言ってくれてるから、はい、あれジュリアちゃんも分かんなかったっけ、うん、イタリア語はちょっとあんま分かんないですね。一番外人っぽいよね、この人金髪なし、ね、あれちょっと待って、しかもさ今日はだけど待って、うん、ちょっと前まで真っ黒じゃなかったっけ。そうブログとかツイッター真っ黒だったね。そうなんです、真っ黒で、いつだろう、一昨日ぐらい、え嘘、もうちょっと前だな、先週ぐらいに金髪にしたのかな、うん、やっぱり金髪の方が落ち着く。いやなんかね、落ち着くプラス、うん、みんなに金髪にしろ金髪にしろちょっと散々言われる。ちょっと見たかったんだよね、生で。あ、黒。え、見てなかったっけ。結構長かったよ、1ヶ月弱ぐらい黒髪だったんで、ね、うん、合ってないかも、その時ちょうど年末に染めて、うん、ぐらいだからか、うん、金曜とかで会えなかったんで、ね、でも、うん、ツイッターのあの写真で、うん、誰だろう、真っ黒ね、清楚系目指そうかなと思ったんだけどね無理だった無理でした、うん、無理でした。清楚はないね、ないね、うん、残念だった、うん、まあ、こうね夜のね、うん、香りがね、夜のだからね、プンプンする感じだからね、うん、だってスーツ着ても夜の匂い抜けないんでしょ。ツイッター見てるから、スーツ着てたら絶対そう見えるよね、スーツ着た方が、うん、何着ててもね、本当にやばい、今髪の毛金髪だから余計にね、うん、まあいいや、まあいいや、そんな感じです、うん、はい、はい、あ、じゃあ私行きますかね、うん、とりあえず今ユーストの CM がこちらですね、うん、今日休みのゆうきちゃんとやってますジュリアン&ゆうきの日曜クラブ、うん、第2第4日曜日の15時から16時、ここ青山スタジオでやっております、うん、これもう本当に毎回やってるんで、うん、あ、特に告知ないんだけども、うぼちぼち解禁されるんだけど、うん、31日、うん、まだねちょっと詳しいことまだ言えないんですけど、31日にテレビ CM がありましてですね、私メインじゃないんですけど、メインはあのなんだっけ1リットルの涙に出てた、うん、なんか女優さんらしいんですけど、うん、私ちょっとお名前があんまり分かんないんですけど、うん、その人たちがメインに出てて、エリカ様じゃないんですけどね、なんか全然違う方なんだけど、それの、まあ、エキストラっていうかその周りに座ってる感じで、某、うん、SNN 系の中の某ゲーム、ゲーム、はい、ゲームコンテンツの CM で、ツイッターでね見てくださってる方は分かるかもしれないけど、うん、OL 姿でその髪の毛黒くて、うん、スーツ着てる姿でちょっと映ってたりして、うん、31日にはブログに告知できると思うんで、うん、ぜひぜひ見てください、うん、ぜひぜひ要チェキラです、はい、佐藤ジュリアで、ググっていただければ、うん、うちの方にアメブロやってますので、うん、ぜひぜひチェックしてください。ツイッター超つぶやくからねすごいつぶやくから ね、いつ寝てんねんっていうね話題によくなるんですよ。意外と寝てます。いっぱいになるのもジュリアさんのですわーってすいません、あのツイッター荒らして申し訳ないすごいもう、ね、しかもまあネタがひどいよね私言うな自分で、まあ、基本的にちゃんとした仕事とかちゃんとした話はブログに書くようにしてるんですけど、うん、もう本当にただのつぶやきとしてなんか好きなこと書いてるのが結構ツイッターなんで、ツイッターの使い方がよくわからないだし、どういうタイミングで何をつぶやけばいいのかも、いやもうだから流れのままに何でもいいんだと思うよ、うん、あれは、うん、だからもうとりあえず告知でやり始めたのが必死、うんうん、私はどっちかっていうそのブログは、うん、まあ、もちろんツイッターも見てほしいんだけれども、うんうん、ブログは本当に皆さんにお見せするものとしてちゃんとした形としてやってるんですけど、ツイッターはもう本当にね好きな感じで、うんうん、適当に昨日とかもずっとパチンコ打ってる話とかやだこれ引いちゃってるじゃん、しかも後ろ見て後ろ見て
すごい引いてた顔してたよ。マジか。そう、私、まあ、肩を噛んでる。肩を噛んだら大丈夫。肩、うん、私、基本的に本当ギャンブル大嫌いで、本当にギャンブル大嫌いで、ずっとやってなかったんだけど、何のなんか説得力もないんだけど、本当に大嫌いなので、宝くじも買ったことないし、ただ、スロットとパチンコだけは、まあ、とあるですね、方にですね、教えていただきまして、まあ、その方たちはもう、月30、40ぐらい勝ってる人たちなんですよね。そういう方たちにいろいろ教えてもらって、まあ、ちょっとずつやり始めたら、あ、勝てるじゃんというのでちょいちょいやってて、まあ、味を占めちゃったのね、うん、ずっともう何年、6年前ぐらいに始めたのかな、まあ、最近あんま打ってないけど、うん、ちょっと行ってきたみたいな、ね、完全にギャンブルだからね、それ、うん、ギャンブルじゃないよ、ギャンブルじゃない、ない、ない、いやいやいや、完全、世の中一般的にはギャンブルっていうのよ。ギャンブルの定義は何だろうね。お金をかけるってことじゃないですか。そうそうそう。ってなると株もギャンブルだよね。そう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 。そうだね。だよね。まあ、そうそうそう。だから普通に会社的に投資をするんだったらいいけど、個人的に株やってる人は、まあ、ギャンブルだよね。確実に。まあ、そういう意味では私なんかちょっと定義がね難しいけど、あのスロットとかパチンコなんか。確率だからね。まあね。ちゃんと、うん、あ、ここ語ってやばい。あ、全然全然。ほら、人数少ないし。うん。うんうん、あの一応基本なんかいろんなデータを取っ、うん、あるんですよ、うんうん。解析っていうものが。うん、それでプラス収支、期待収支をずっと続けて守り続ければ必ず勝てるんで。うん、でもさ、はい、最近の本当に勝てます。最近でお金がないからやってないけど。うん、昔より出なくなったよね。うん、出ないですね。それでやめた。へえ。何万かもしれない。それなんかあのちょっとギャンブル心を煽るものが規制でどんどんダメになってって、うん、今はそんなにねしちゃダメみたいな、ね、なんか勝てない。だからそれから私もあんまりやらなくなったんですけどね。基本的には私の中では勝てるものだと思ってます。なんかもうすごいすいません。ユーリンの顔からのね、レナさんのね顔がすっごい面白かった。こっちさんにはうんうんって結構してないけど、この二人がねって顔してるから。トーミさんはね、お金をかけるという定義なら仕事もギャンブルですね。そうですね。だからそういう定義にするならもう人生もギャンブルですからね。まあね、全部やってしまえばね。なんか本当難しいですよね、人それぞれ。なんかその例えば、なんか一番使いたくないけど、普通って言葉とか常識って言葉あるじゃないですか、うん、まあ、一般論として普通常識ってあっても、うん、人それぞれによって普通とか常識って違うじゃないですか。違いますね。で、要はなんか義理人情あって、とりあえず最低限のモラルとかマナーがちゃんとしてればいいんじゃないかなって思うんですけど、うん、私もだから本当にパチンコとスロット以外のギャンブルは全くしないんだけど、うん、競馬とかもしないのね、うんうん、だから買わないでしょ、うん、でも競馬やってる、うん、私もちょっととあるお馬さんの調教師をしてる、うんうん、方がちょっと友達にいるんですけど、うんうん、その人は競馬はするんですよ。へえ。で、話聞いてたら、うん、まあ、やっぱ調教師として分かることもあるプラス、馬の調子とかは関係なくて、その新聞のデータとか過去のデータとか馬のいろんなデータを調べて勝ったりとかするらしいですよ、うん、ちゃんと、うん、あ、だから結局データそうだよって後ろから、うん、競馬やったら、うん、お前最低だな。いや、あのね、競馬好きな人に敵に回すわけじゃないんですけど、うん、このね、こういうね、食えない役者がさ、うん、競馬なんかやってるお金かけるんじゃねえよ、もっと自分磨けよ。たまにね、勝てばいいと思ってるんだ、私。勝てればね、うん、やるけどね、うん、そうだね。でもなんかそのお金と時間がもったいないって思っちゃうんだよね。なんか私絶対に普通の昼働いてる、うん、いつも時給計算しながら打ってるからね。本気だからね、私。あ、ちゃんと仕事なんだ。そう、ちゃんと仕事。空いた時間に考えて、うちに行くから。何してんの、ジュリアちゃん。仕事の時間。いや、本当に、うん。だったら普通にさ、うん、もうちょっと仕事しよう、だったら。いや、例えば、うん、こういう仕事してたらさ、いきなり仕事飛んだりするじゃん。そうだね。そういう時に、うわ、どうしようかなと思って、行ったりとかすることもある。パチプロタレントですね。それイメージ的に大丈夫？大丈夫イメージ？あの、よかったらパチスローの番組に出させてください。いいんだ。入れた。全然平気です。全然もう。よくね、テレ東さんとかでね、シーンやってるもんね。うんうん、本気なんでね、うん、あの。これあんま放送流せないかもしれないけど、私スロット一時期一番やってた時とか、うんうん、お店でね、女一人で打ってて、うん、多分打ち方がすごかったんだろうね。うん、店出て15分20分ぐらい歩いてから。うんうん、スカウトされたからね、うち子の人たちに。
何してんの、何してんの、お願いですからやりませんかと。多分ね、うん、女で一日そんだけ回せて目押しもできてミスがなく勝ってふんって帰っていく女がいないよね、あんまり多分、うんうん、それいないわ、うん、しかもね若いしね、うん、どう考えてもうち子っぽくないみたいな感じだね、多分ね、うん、そんなこともありました。まあそんな感じでいいかな。もう何でギャンブルの話で収めちゃったかね。三笘さんはね、うん、麻雀大好きらしいですね。麻雀いいですね、麻雀面白い、はい、ね、仕事の付き合いとかで麻雀とか結構ありますよね。私も麻雀はお金とかかけてしたことないけど、うん、結構ね好きですね。あのゲーセンとかで、うん、何ネット対戦のやつとかあるじゃん、3人麻雀、うん、カード作ってやってた時期とかもあったりとかね、うん、結構基本ゲーマーなんで好きなんですよ ね、 そ う、 ね、そういうのが、あ、そう、ゲーム好きだもんね、うん、結構麻雀って頭使うしね。私ゲーム、そっちのゲームじゃないんだよな私、うん、なんかね本当にクイズ番組とかクイズのゲームが好き、うん、あのなんかアンサーアンサーってゲーム知ってますよ、ね、うんうんうん、あれ超ハマってカード、私昔さ あれに出たかったんだよ、チャッチャッチャラッチャラッチャラーってアメリカ女ウルトラクイズ、うん、やりたかった、出るの夢だったけど、うん、自分の年になって出れるようになったもう終わってたんだよね、うん、そう終わってた、一緒一緒一緒、知らんもんそれ。この間さ、うん、やってたよねそういう番組のね、私もゾロンコで押したかった、ね、うん、バーンってね、こう丸とか背負いながら、ね、やりたかったもん、うん、でもあれスーパーファミコンに、うん、カセットあるの知ってます？あ、知らない、アメリカ横断歌クイズ、そうなんだ、持ってて、私持ってますもん。そうなんだ、私もゲーマーなんで、はい、このブレがね、今カメラマンさんが抜いてくれたけど、うわーって、バカねー、そう、この二人のね、顔がね、うちらを見る目がひどい、ひどいね。いやもうね、うん、おばちゃんしゃべるねって、ほら、トミーさんウルトラクイズ出たかった、うん、そう、本当に機内400問やりたかった、これ降りれないんだよね、間違ったらね、そう、なんか帰ったそのまま帰らされてるんだよね、降りてってブーってなったらまた戻んなきゃいけないよね。そうすごい出たかったもん、あれ面白そうだったよね、あと高校生クイズとかも出たかったね、アメリカに行けるという夢がもうなくなったからって書いてあるんだけど、そっか、アメリカに行けたんですかそれは。なんかね、アメリカを横断していくの、 そのクイズで、で、うん、勝てば勝つほどどん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 こう横断していって、最後にニューヨーク、だから掛け声がニューヨークに行きたいかーみたいな、そうそう、みたいな、福留さんね、福留さんね、でその次はあのなんだっけ、あの人がやってたよね、プロレスの司会の誰さんでしたっけ、ジャストミートさん、福澤明さん、うん、ジャストミートさんがやってらっしゃったりとかね、あったあった、熊本ローカル深夜にパチンコスト番組ありますって言ってる、もう出たいんで、うん、私でもなんかちょっと微妙かもしれない、出た本気すぎてね多分ね、えってなると思う、うん、本当にね、ちょっと下手になってくださいとか多分言われちゃう、本気でやってたからね、うん、ちょっとジャイアニスさんが若干荒ぶってるんですけどね、荒、うん、ぶってる、荒ぶってアモーリーとかね、いろいろ書いてるんですけど、うん、全くわからな い、 い、今度ここになんかイタリア語の辞書が、ね、翻訳してくれるやつ持ってきて、すごい書いてるんですよね。ちなみに今日あれツイッターとか誰かつぶやいてたりしますか？ツイッターですか、うん、ソーシャルストリームので、まあ、見れるんですけど、そう、なんか最近見ようってなってツイッターでつぶやいてくれる方が結構 いらっしゃったので、でもドッカンの方は特にはそんなに大丈夫ですか、つぶやいてなさげたんですね、ぜひぜひ、はい、あれミスターマスクさんが来てくれましたね、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、ぜひぜひぜひ、まあそんなこんなでですね、前半も終わったし、もうパチンコとかスロットの話はもう置いといてじゃあ今週のね、うん、コーナーに行かせていただきたいと思います、うん、これまた私ちょっとミスしたんですけれども今週のコーナーはね、はい、あのまあ皆さん年末年始と実家に帰られただろうと、いうことで、まあ、せっかくなんでこうお里自慢をしてもらおうかなみたいな話はあったんですよ。しかも方言でね、その自分の土地の方言でお里自慢をしてもらおうと思ったら、意外とみんな東京とかそうそう気候だったっていうね、ジェンちゃんだけみたいなね、え、本当私大阪なんですよ、あ、そうだよね、神戸生まれ大阪育ちの関西で、え、どこ、私はずっと大倉病院で生まれて、うん、そのあたりで育ちました、はい、え、そこどこ大倉病院、世田谷だっけ、世田谷、世田谷、あ、世田谷、世田谷、近いです、祖師ヶ谷大倉だから、あ、近い近い、あ、どこですか、私も祖師ヶ谷大倉、えぇー、同じですね、なんかまさかのそっち固まって、こっちがちょっと近くて、そう、そんでこちらがちなみに千葉県、千葉県、千葉県、うん、で、しかも近いんですね、うん、まあ、言わないけどね、うん、近いということで、うん、え、ちなみに方言じゃない感じ、ないよね、全くないです、あったとしても、うん、千葉はあったとしてもおばあちゃんとかおじいちゃん世代が喋ってるぐらい、うん、え、一番なんかその使うのないの、ない、例えばさ、うん、あ、もう
これはコーナーとしてもう強引にやっていくんで、うん、今から大阪弁でいきますんでよろしくお願いします。ほんでじゃあほんまにあのね、例えば方言ちゃうくても、うん、私大阪やったら、うん、この東京のね普通の標準語やと、うん、なんだっけ、めえ物もらいってあるじゃないですか、うん、あれが大阪だとメバチコっていうねみたいだね、うん、えメバチコって言って、メバチコ、何がバチコなんかよくわかんないけど、うん、メバチコって言うんだけど、うん、私高校からあと京都に通っててんけど、うんうん、京都やったらメイボっていう、ね、京都も違うんだ大阪と。トミさんもねメバチコで、メバチコですよね。熊本多分東は何、うん、ね、物もらいで、西の方はメバチコって言ってんちゃうかな。え、じゃあお雑煮は、お雑煮何入ってるの、感じて。うちんちは、うん、うちんち白味噌で、うん、白味噌なんだ、うん、かまぼことじゃがいもと、じゃがいも里芋と人参と、ね、うん、あと何やろ、きくな、うん、きくなとか入ってるかな。やっぱ違うんだね。違う、全然違うね。で、うちはあの三つ葉、そうそうそう、お餅と鶏肉のみみたいな。え、お吸い物、お吸い物、うん、あ、お吸い物なんや。お吸い物、お吸い物、なんか全然違うよね。なんかそういう感じでさ、方言違うくても、うん、その土地の言葉っていろいろあると思うねんけどね、うんうん、ないんかなと思って、うん、わかんないんだよね、うん、通じひんかったこととかない、人に言って。ない。私例えばそれほかしといてって言ったら通じひんかったりとかしたけどね。でもえって言ったことあるもんね。ほかしといてってどういうこと、うん、どかしといてってこと。ちょっとほかす。あ、わかった。もっくもくにしとくんだ。違う。ほんとにわかんないの。わかんない。あの捨てとくってこと。捨てるってほかすって言うんだ、ほったらかしといてよ、それほっといてみたいな。掘る、なるほどね、とかね。結構そんなあったり、ね、何かね、視聴者様も、ね、ちょ、トミーさんがね、うん、お雑煮はもはや地方じゃなくて家庭で違うから当てにならんぞってね。あ、そうなんですね、うん、まあ、しかもご両親の出身地にもよる ね、 、うん、ね、住んでてもね、うん、混ざってね、ハイブリッド。ちなみにもうずっと上のご家族も都内。いや、そんなことないですね。あの、私は母親は東京で、おばあちゃんが三重だったんだけど、中学の時に東京に来て、でもう東京に住むようになって、で、父親は神奈川だね。神奈川。まあでも基本的には関東、ね。まあ愛かし関東。うん、うん、え、そんな感じですか。ずっと代々都内。そうですね。ただ母がちょっと栃木だなので、うん、ちょっといとこが栃木県、栃木で超なまってるね。なまってる。え、なお母様は結構なまってはる。あ、もう全然なまってる感じ。私の方がなまってる感じ。え、なんで？どういう風になまったの？いや、なんか例えば身長っていう言うじゃないですか。東京の身長。あ、背丈の身長。身長って言うじゃないですか。うん、それを身長って言うんですよ。へー。イントネーションが、ね、違うんだよね、地方ってね。身長、そう、それを身長ってずっと言ってたら、うん、あの友達に瞬間身長だよ。あ、よろしく思った今。本当に。なるほどね。思った。なんかないの？でもお父さんお母さんとか。お父さんは、うん、鳥取出身なの。あ、鳥取ね、砂丘だ、砂丘だと、砂漠生まれ、親戚におるわ。そう、だから鳥取はなんか行ったことあるんだけど、方言はね、やっぱこっちには長いから、あんま使わないね。え、ご両親の、じゃあその鳥取、お母さんは違う。はどこ。千葉の野田。あ、もう全然。だお父さんだけ鳥取なんだけど、そう、で、たまに行って、なんか特に方言もなんかどっちかっていうと広島とかにちょっと近いのかな、なんか、へぇー、 K とか、そうそうそう、なんとか K とか、おじいちゃんみたいなんだ、うん、言っとる K みたいなね、うん、へぇー、そういう宿、なんじゃどうじゃないか、そういう宿みたいな、なんか、うん、そういう系のがちょっとあるみたいで。広島とか大阪って言葉が汚いって言われるけど、汚い、うん、で京都だと結構綺麗じゃん。喋、うんうん、り方がなんでなんでなんとか春やからなみたいな。そう、なんか優しくないみたいなね。そうそう、なんか舞妓がいるみたいなね。簡単な、この浅はかですいませんでした。京都人怖いからな。あんまり言わんとこ。そうなの。え、ちなみに おとんはずっと東京と千葉の人で、うん、おかんが、うちも生まれたのが秋田なんですけど、うんうん、おかんの実家が秋田。秋田弁とか出えへんの？もう長いから全然出ない。で、実家帰った時は、で、よくちっちゃい頃、夏休みとか長いでしょ、うん、で、なんか行った時に、遊びに行った時に、うん、おばあちゃんだとかおばあさん何話してんだろうみたいな。あ、やっぱ分からへん。分かんない、方言で。なんだってみたいな。え、秋田って何、ズーズー弁っぽい感じ。どっちか青森まで行かないけど、うん、そっち寄り。
そうなんよね、おしんこのことを学校って言うんだけど、あ、もう絶対分からへんわ、そう学校食えみたいな、絶対分からへんわ、学校学校って学校学校っていうのをおしんこ、えみたいな、何、あ、エビタマシーさんね、うん、本当の大阪弁は汚くないんだよって、ね、そうなんですか、ね、大阪でもね、うん、全然場所によって違うんですよね、静岡みたいなもん、ねえ、エビタマさん、私とか北部の方の大阪やったんで、うん、そこまでひどくないし、しかもまあ学校京都やったし、うんうん、まあ、京都寄りの大阪やったんで、うんうん、そんなにあれなんですけど、南の方に行けば行くほど汚くて、割れがとか、あ、そういう本当の河内弁みたいな感じになったりとかで、そう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 、ね、だって広いとさ、大阪もそうでしょ、うん、で乙女ちゃんとあと椿くんいるじゃんとか、うんうん、のメンバーでもう静岡でだけど東部と西部で全然違うから、そうなんだ、そう、なんか全然もう違う県の人って思うって言ってたもん、へえ、そんなちゃうねんね、横広じゃん、そうだから今日もさ、ゆきちゃんいたらさ、あの静岡だし、うん、結構なんかそういう名物とか特産物多いやんと思って話振ろうと思ったらいないし、うん、意外とみんな揃った都内とか千葉とか、そう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 、あれみたいな、私だけみたいな、あ、私神々国だけどね、そうそうそう、神々国ね、神々国からね、うん、まあ東京生まれ神々国育ちだからね、そう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 、どっちかっていうと逆でしょ、神々国生まれ、うん、東京育ちでしょ、そっちで生まれて連れてこられたんだ、小さい頃に連れてこられたって連れてこられたってこっち移住してんな、そう、移住してまだちょっと適応できないかなみたいな、うん、夜の国から移住して新宿から新宿大阪、じゃもう夜の、もう本当に夜の国の、あ、本当に夜の国から、もう夜の国しかないところから来たから大阪に来たの、あ、なるほど、そうそうそう、ね、で、つけもんってね、つけもんね、そう、つけもん学校って言うんですよ、うん、学校ね、日本海側の海の方が綺麗ですよね、ああ綺麗ね、怖いけど、吸い込まれそうで怖いけど、うん、海の色が違うよね、うん、私もその鳥取に全然、まあ直接じゃない、ちょっと遠い母親方の親戚が、うん、なんか結構大きい網元の漁師かなんかやってはって行ったことあるんですけど、なんかやっぱね、全然違うよね、うん、う、違うの、海も荒れてるしね、うん、そう、なんか怖いんだけど綺麗な、どんな色なの、本当になんか深い綺麗な青、そこが見えるってこと、いや、コーンみたいな、そう、うんうん、すごい綺麗だよね、で青森の、ね、イカがうまいんだこれ、美味しいね、うまいんだよの海沿いに売ってるね、や、焼きイカがうまい、味噌味がうまいんだこれ、え、なんか帰ったりするのちょいちょい、秋田とか、でもおばあちゃんもおじいちゃんも亡くなっちゃったので、うんうん、もう帰ることもないし、え、この中で今も実家住まいじゃない人は、実家住まいじゃない人、はい、一人暮らし、あれ、え、みんな実家なの、ジレちゃんだけだね、え、マジで、ちょ、みんな自立しようや、え、マジで、え、実家、みんな実家じゃないと生活できません、できません、え、実家なんや、え、一人暮らししたことある人ない、え、嘘、しようと思ったことはあるけど、しようと思ったことはある、うん、私先週だって武家さん、マジで、だけど実際いろいろ現実考えると、うん、やっぱ一人っ子なんで、あ、私も一人っ子ね、なんで、なんだろう、家、なんか親、ね、本当は親孝行しなきゃいけない年だけど、うんうんうん、できないから、とりあえず元気で家に行っていてご飯食べて、まあまあね、そういうのが親孝行だと思ってて、あとありがたく寝るとこと食べるとこがあるし、うん、まああるね、なんかあったらね、離れてるとあれだけど、うん、一緒に住んでる、てかマジでみんな一人暮らししたことないんや、ないない、したいけどね、したいと思う、今は別にいいや、え、できるで普通に、今はいいや、普通の仕事してても、いやいやいや、え、で、カメラマンさんめっちゃ笑ってる、え、私の音楽の仮面がひどいからですかこの会話がひどいんですよね、うん、ありがとうございます、え、マジで実家なんや、みんな、そうだよ、理由がないんだもん、そう、だってしかも、ユミに関してはね、うん、結構近いから、まあまあ確かに都内やったらね、都内だから出る理由がないよ、え、でも一人暮らしめっちゃ楽しいで、レイちゃん、大丈夫、イメージ大丈夫、大丈夫ちょっと心配になっちゃった、今日ジュリアちゃんのイメージ大丈夫です、え、めっちゃ楽しいけどな、一人暮らし、私結構ね、うん、その大阪おった時も、うん、まあ親一人っ子やし、うん、まあね、変な話、お金の心配もするし、うん、嫁も行かれへんし彼氏もおれへんしってなったらね、実家帰ってもいいと、そのなんか非リア充のさ、ね、そのどんどん出してるけど、本当さ、最近リア充リア充結構出すよねそういうのやったけど、うん、親がね、まあ、帰ってきたらね、うん、そんな別に生活費入れんでいいし、うん、ご飯も作っとるから、うん、でまあまあ一人っ子で甘やかされてるけどね、うんうん、戻っといでって言われてたけど、うん、でね、うん、まあ、帰ろうかなって一瞬思った時にね、うん、大阪で、うん、帰ったら、うん、無理やったもん、もう実家の暮らしが、気使ってしゃあない、親やのに、
だ例えばお風呂入る時間なり、なんや洗面所をね濡らすんだな掃除してくれるのお金やしなとか、いろいろと、あトミーさんもそうそうって言って私のやつにそうそうかな、あの串屋さんが 来てくれました、ありがとうございます、ありがとうございます、こんにちは、外国の方ですね、ヘローヘロー、ハロー、ナイスミーチュー、ハワイユー、じゃほんまに気使うんですよ、うん、親に、まあでも、でも人間ですからね、うちらぐらいの年ってさリアル、しかも一人っ子じゃん、うちら、いろいろ考えるじゃん、でジュリちゃんの場合大阪っていうのもあるから、こっちでやるためには東京に来るっていうのもあるけど、なんかねもうなんかやっぱ311あるじゃん、あったじゃん、だそういうのあってもういいや実家にいようって思った、やっぱ何かあった時に、やっぱ家が心配だし家族が心配だし、すぐ帰れるとこにいたいから、みんな、楽しいけどな一人暮らし、なんかよく一人暮らしの友達ん家に掃除しに行く、私なんでやねん、なんか汚い子が多くてなんか今日汚いんだけど、じゃあ掃除しに来てって言われて、あいいよ掃除しに行くよっつって、うちんちも来てじゃん、いいよ全然行くよ、うちんちも来て、全然行くよ、トミーさんもね笑われてそう、うちんち来て掃除のおばちゃんしに、すぐ掃除しに行くよ、私デビタマシンさんが、あのね、うちに住みなさい、うちの娘がママ募集してね、あら本当に、あら、大阪戻るかね、大阪戻ったら逆にでも大阪のね、番組とか出れるんじゃない、とか思うんだけど、いやほんま、みんな実家暮らしで一人暮らししたことないやん、ないしてもどったとかやったら分かる、いやなんかすごい意外やった、今すごいカルチャーショックやったなんかね、ずっと一人暮らし、ずっと一人暮らし、多分ジュリアちゃんみたいな子が多分通常の子なんですよ、多分うちらは、多分ちょっとずれてるの、多分ちょっとダメダメダメもそうだけど、ある意味冷静っつうか、ちょっと多分冷めてるんですよ、なんで分かんないですけど、私の解釈としては、要は一人暮らししたら、時間も気にせず男も、そうね、呼び放題、ね、そう男の人も呼び放題だし遊び放題だし、まあね、いろいろ好き勝手できるじゃないですか、だけど現実的にいろいろ考えると、やっぱ親のこともあるし、まあね、心配じゃないですか、やっぱり、まあまあまあ、そう心配心配、で親も心配だろうし、で現在こういう仕事をしてると食えないじゃないですか、だから甘いも入りつつ、顔も見せつつみたいな、うち今親がね、私大阪で一人暮らししてる時より、私の状態が今わかるってめっちゃ喜んでる、なんかあのツイッターとかね、私なんかめっちゃつぶやいてるから、結構親が見てくれてて、私のツイッター見るんだ、なんかすごいね、私があんま連絡しなくてたまに生きてますかってメール来るんだよ連絡してあげてで、あんまりにも言うから、ほんな私のブログと私のツイッターを、あの家のねノートパソコンあげたんですよ、去年の、私こっち来る時にもうノーパスあげるわと、でそこに私のツイッターとアメブロと登録しといてあげて、ブックマ入れてあげて、で私がよく読むであろう人たちのとこを入れたりして、で見せてあげたら、結構お母さんはいつも見てはるらしくて、心配なんすよ、ジュリア生きてるわみたいな、そうだよ心配だよ、一応女じゃん、ジュリアちゃんも、まあね、超女ですよ、そうだって今日女の人、あ、レナさんぐらいしかいない、え自分も入ってるけどいい、あ、いいよ、それはいいよ、都会でいいの、自分も、そう前列、女じゃん、でも結構みんなでも胸ありそうな感じだよね、そこなんかあるね、B カップぐらいあるじゃない、 C はあるかもしれない、 C あるかもしれない、意外と今親はうちが東京に来てる方が、あんたの様子がようわかるって言ってますね、じゃあそのさっき言ってた、こうやってユーストリームでもね見れるし、うちのお母さんとかめちゃ見てくれてるんですよ、できるんだ、お母さんであんまできひんけど、まあ必要最低限私が見れるぐらいのことは教えてあげて、あ、じゃあそのさっきのテレビ CM のことをね、決まったら教えてあげないと喜びますよ、なんかちょいちょい見てるみたいね、ちょっと発言がね、ドクシエさんがね、ハッ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 ってね、すごい笑われてるんですけど、あの、ファッター、ユーセインって何言ってるか分かってくれました、でも笑ってくれたんでね、でも笑ってくれてるから、Thank you Thank you Thank you、ね、そんなジュリアンさんのとこに家政婦って夫って書いて家政婦に行きたいなってね、料理作ってもらったりとかね、ジュリアちゃんって料理するっけ、まあ、一応できますね、自炊してる、今全然してないです、おいしていや、ぶっちゃけ時間なくって、あそっか、ないね、めんどくさい、しかも一人分作るのって大変、めんどくさいね、でも結構ご飯実は作れるんですよね、あ本当に、昔なんか小料理でやったら言われるぐらい意外と、そんなに、あのなんかカタカナのものは作られへんけど、
なんかブリの照り焼きとかだし巻きとか、こういうものにつけとか、そういうそっち系なんか家庭料理、ね、うん、あ全然うちのお母さんがめちゃめちゃ料理うまい人やったんで、うん、結構教えてもらって、そうなんだ、うん、意外使ってたりしましたね、うん、もったいないね、うん、でもそういう仕事来ればいいのにね、うん、なんかそういう仕事あったらいやあのパチンコの番組よろしくお願いします。イメージしかもちょっとリアルだしね、ちょっとね、出てくるじゃんこういう子いるいるいる、テレビとかに去年一昨年か、うん、去年か一昨年だ、うん、あのなんかねとある関西の、うん、それこそさっき言った競馬の番組で、うん、合コンをしようみたいなね、うん、最近競馬場で合コンとかしたり、若者を呼ぶためにっつって、うん、競馬のまあ関西の結構有名な競馬の番組に、うん、ちょっとその合コンコーナーに出たことがあるんですけど、うん、紹介するときにその芸人さんたちに、うん、この子サンテレビっていう、 こっち言うテレ東とか埼玉みたいな、サンテレビで絶対パチンコ売ってるやろみたいなこと紹介されましたからね。ほらやっぱそうなんだよ、うんうんうん、待ってます、出た待ってます、出たまんまですね、はい、本当に、ね、じゃあなんか私キャラモノでいいんで着ぐるみお願いします。緊張してみた。でね、なんかさっきね、あの姉さんがね、うん、あのジュリアさんのこと一応なってことに、うん、言ったことに対して、うん、トミさんがね、一応とか言うなってね、ごめんなさい、ごめんなさい、だって今の話聞いたら、まあね、そうそうそう、そうね、男前なね、ジュリアちゃんだからね、あの基本ほんまにね合理主義なんでね、うん、あんま無駄なことしたくないとか面倒くさいタイプなんで、面倒くさいって言っちゃった、自分のためには作ろうと思わないですよ、うん、誰かのためにね作るとか。美味しいって言ってもらったら嬉しいけど、まあね、別に私やったらもう毎日吉牛でも平気やし、うん、体壊すよ、毎日インスタントラーメンでも全然平気なんですよ、体壊すよ、自分だけやったらね、うん、女の子はダメよ、和食取らないとね、健康のためにね、胸やばい、レナさんの顔が私入っていけないどうしようってそうそうそう、レナさん料理とかするんですか、やるときはやるんですけど、普段はやらないタイプ、まあ、だよね、そうだよ、時間だもん、時間、うん、そうそうそう、私逆に実家帰った時の方が、まあ、気使ってたな、やってもらうけど落ち着かない、落ち着かない、ほんまに落ち着かへん、でも、まあ、甘えるけどなんかもう気使ってしゃあない、もうそわそわする、親はでも甘えてほしいんじゃない、離れてる分で、しかもこう普段めっちゃ喋ってるやん、うん、で一人暮らしとかしてて喋らんと思いながら、結構仕事でやっぱ喋る仕事してたら、うんうんうん、もう実家帰った時ぐらいずっと黙ってね、ほんなん父親とかが久しぶりに帰ってきたから、うん、うわー喋りかけてくるね、もううるさいねって言ってだってさ、さっき楽屋でさ喋ってたじゃん、うんうん、こいつが関西の人はよく喋るんだなって言ってたから、うんうん、そういうことでしょ多分、しかも、うん、うちの家私より喋るからね全員、待ってどんだけ喋るの、え何人か、まあ、うるさい、おばあちゃん、うん、父親方のおばあちゃんと父親とお母さんと私の4人暮らしをずっともう何年もしてるんですけど、3人じゃあベタベタ、まあよう喋るからね、うちのおばあちゃんとお母さん喋っとったほんまうるさいから、しかもお父さんまで入ったほんまうるさくて、私がうるさい言うぐらいからね、これのもっとすごいのが4体3体、そうさんまさんが4人いる感じで、私がもううるさいねんっていつも言いながらネットゲームとかしてる。そうなんだ、でも関西の人ってでもね、なんか義理人情がすごいよね、まあ基本あんまり嘘とか言わへん、そうそうそう、でなんかけなしてなんかアホやなって言うけど、アホは褒め言葉だもんね、うん、そうやね、まあアホやなあいうのがちょっと可愛がりみたいな感じだし ね、うん、そう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 、ジュリアちゃんのギャンブル話すごかったな、ごめんなさい、しかし大丈夫、イメージ全然大丈夫です、大丈夫なのがいいけど、私ツイッター見てもらったら分かるけど、大概オタクやし大概ギャンブラーやし大概腐ってるし、腐ってる言わないよ、腐ってそこまで言っちゃダメ、そこまで言っちゃダメだよ、だってさテレビとか見ててたまに実況とかね、あすいません大丈夫ですか、ついてきてます、むせちゃったけど大丈夫じゃあなんか結構ね、そのツイッターってほんまにリアルタイムのことをつぶやくじゃないですか、うんうん、でまあ、友達とかもつぶやいてるから、うんうん、まあ、好きな番組とかテレビ見てるときに実況みたいなことしたりしたら、うん、まあ嵐出てきたら翔くんペロペロって書いてるやんか、書いてるね、この前書いてたね、ペロペロって、うん、ほんで、うん、私女の子でも結構大好きやから、うん、可愛い子出てきたら可愛い子ペロペロって、そうだそうね、いつも聞いたけどペロペロって何と思って、あんまり言われへん感じ、うん、ペロペロ大丈夫と思って、ペロペロってペロペロって、そう高速ペロペロはね、トミーさんもね知ってるから気にしないって、そうね、優しいねトミーさん、ね、私のツイッターを見てくれてる人は私がこういう感じなんは、うん、もうほんまに知ってくれたはずから知ってるけど、うん、知ってるけどふんって笑っちゃうの、何ペロペロってジュリアちゃんみたいな、ペロペロって何みたいな、だから結構ね、あの見た目とギャップがすごいあるタイプだと思います、そうでもないよ本当あれ意外にまんまだよ、まんまだよね、まんまですよね、オタクっていうのは意外だったけどね、そうオタクっていうの
のだけは意外だけど、あと全部パチンコ打ってんのは、あ、はいはい、そう、いるいるみたいな、こんなやついるいるみたいなね。しかもめっちゃ真剣やからね。あの人と行くのあんま好きじゃなくて、パチンコとか一人で行って、一人で行くね。なんか喋りかけられたりとか、なんか一緒に打ってたら負けることが多いから、人と打つと。しかもでも真剣に球数えてるから。あ、でもそうかも。一緒にたまに、うん、またやったら、うん、来たよみたいな真剣にこう球数えてたりするしね。でもあれってだって個人でやるもんだもんね、うん、基本ね。でその教えられる時もね、その目押しを失敗したら一回ね、うん、スイカっていうのがあんねんけど、うん、それをね失敗したらジュース1本損するんですよ、うん、まあ、それをね1日50回引くんやったら5000円ぐらい損すんねんぞいうのを教えられる、ね、こっちの2人はついてきてるけど、こっちの2人ぐらいついてきてないよ。田中さんね、こうね、ジュリアちゃんの画面越しに撮ってるから、そう撮ってるから、申し訳ないです。もう今日は自重心、もうあかんわ、大阪人封印しよう。なんでそれ、ジュリアちゃんの美味しいとこじゃん。うん、あ、なんかエビ魂さんがたまに書いてる意味がわからないって、すいません、ほんまに。あの、正解だと思います。それが普通だと思います。多分ね、うん、普通。もうそんな話しとったらもう時間が。でもほら、いいじゃん、たまには。すいません、もういつもは皆さんにも喋っていただく、 MC がベラベラ喋ってしまった。まあでもだっていつも最近ジュリアちゃんあんまり喋ってないからいいんじゃない。そうそう、あ、結構私人が喋ってるの聞く方が好きなんで、ね、言って最初から言ってるよね、あったかも。まあ自分が喋るのは、喋るのも平気やけど、喋、うん、るのも好きだけど聞くのかな、うん、トミーさんが分かんないことはあんまりありません。トミーさんね、ジュリアちゃんのことね、網羅してるからね。本当に私はエビタマさんよりだよ、どっちかさ、うん、たまにジュリアちゃん何書いてんのこれ、何何意味が分かんない言葉がおかしいからね。そう、結構ネットスラングとか結構あっち書くしね、だからよくわかんないんだよね私。本当にオタクなんで、うん、結構そうですね、まあ、今流行りの平成のオタクとはちょっと違うんですけど。そうなの、うん、またあるんだオタクにも。なんかいろいろあって、うん、最近の萌え文化にはちょっとあんまりついていかれへんので、うん、昔の昭和オタクです。もうどうしよう、今日置いてけぼりや。じゃあ大阪弁喋ったらね、こうなんねん。大丈夫、私別にでも、うん、見てる視聴者様は、うん、男性女性問わず、うん、方言って、うん、方言喋る女の子っていいと思います、うん、じゃあ残り5分はですね、あの全国の皆さんに好かれる京都弁でいきたいと思います。こ使えるの、はい、そこなんでそこ来たの、うん、いや最後は いい印象で帰ろうかな。もう遅い、もう遅い、もう遅いよね。もうパチプロカレント、そうそうそう、の CM をお待ちしてますんで、ぜひ呼んでください。なんかやらしいやらしい、ね、ほらレナさんも苦笑いだから、もう完全にちょっと友近っぽいね。あ、よく言われる、よく言われます。あ、でも友近さん、あの一度ね、何度か現場でご一緒させてもらったことある、うん、綺麗な方でね、うん、結構友近さんに言われる、うん、あの見てるって言われて嬉しいですね。友近さんよりも夜の匂いがすごい。あ、シルソルさんが聞きました、びっくりしました、ありがとうございます。アンパン好きじゃねえよじゃないですね、そのままシルソルさんだ、はい、ありがとうございます、こんにちは、ありがとうございます。起こしやす、起こしやす、どすれ、どすれ、まあ、そんな感じで苦笑いしちゃってるみたいな。そんな感じで残り5分になりました、酒井、うん、皆さんの最後の告知をしていってもらおうかな思いますんけど、もう一度こっち行かせていただきたいと思います、はい、で一番近い告知がありはる人から行ってもらっていいですか、うん、ね、はい、ガーデンというワークショップで、はい、めんどくさい、はい、舞台をやりますので、うん、はい、日にちは2月3、4、5となっております、はい、前より当日両方とも2500円となっております。場所は乙女ちゃんが生息する新宿2丁目タイニーアリスになっております、はいはい、もし来てくれたら何かバレンタイン近いので、うん、ちょこっとチョコなんかあるかもみたいな感じですので、いやなんかそんなシャレ言う人やったんやね、うち知らんかったわ。はい、では次行ってもらいます。だからこれジュリアちゃんの京都弁がめちゃめちゃ面白くてしょうがないんだけど、お腹が痛い、やらしいね、やらしいって言うな。ペットと趣味のブログをやっています。はい、ファッションタイムコレクション、毎週日曜日の1時から2時とサニースラムスマイルズの、毎週毎月第2日曜日16時から17時に来てください。はい、よろしくお願いします。ちぐわ、はい、ぜひ皆さん見てあげてくださいね。はい、では続いて言ってくれはります。はい、2月の11日の土曜日にライブをします。場所は新宿のお出箱でやります。はい、当日券が、2500円になります、うん、でオープンが17時でスタートが17時半になりますので、
興味ある人は見に来てください。お願いします。はい、ぜひ行ってあげてください。では次言ってくれはりますか。あ、ちょっとここで、はい、はい、ね、あの今言ってくれたことに対して、うん、前の海ってね、よって言ってくれてますね。前の海に似てはるよね。似てはるよね。確かに若干似てるかも。では時間が巻いてる境、しずく姉さん行ってくれはりますか。はい、そんな感じでリンリンやってます。あとは、まあ、あのググってください。桜木しずくでググってください。はい、お願いします。でそして私最後になりますけど、ジュリアと結城の日曜クラブやってます。ぜひ見てください。あと31日からやらしいやらしい言うなもうですね、テレビ CM の方も入るんで、ブログをぜひぜひ見てください。よろしくお願いします。以上でよろしいですか。臨場してやる臨場してやる臨場してやる、ね、こんな感じでですね、残り1分になりました。あれ元に戻ったよ。今戻って、もうずっと最後まで京都で行きますか。じゃあ京都で行きますか、ね、いいよいいよ、別にどっちでもいいよ。そんなわけでそんなわけで大丈夫ですか。すごい。そんなわけで今週ですね、うん、金曜ドッカン第4週目をこのメンバーでお送りさせていただきましたが、うん、皆さんいかがでしたでしょうか。うちら頑張ってる酒井、うん、ぜひぜひ応援してくださいね。ではでは皆さん、ぜひ来週の金曜ドッカンもご覧ください。よろしくお願いします。ではほな、さいなら。なんだこれなんだこれなんだろう。